こんにちは。三橋 TV のお時間ですこの番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高景の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録はこちらからお願いいたします 三橋経済塾ですが、えー、今月は11月19日にゲスト講師に茂木誠先生をお招きして第11回講義が開催されます。えー、形成史論ですが、口頭論第46回、トイの入校、歴史時事第46回、イングランド第内戦、ピュリタン革命がリリースになりますので、ぜひこちらもご入会いただければと思います。<laughs> 今日はね、皆さんに大事なお知らせがあるんですよ。実は、11月1日から、 後継の和さんがうちの社員になりました。<ー> <laughs> 会社員デビューです。会社員デビューが30歳30、30歳これなってみないと別に会社員デビューですか。はい、やっぱりどういうそのご決意なんですか。うん、なんか先生のお話聞いてたらちょっと考え方とかも変わって、うん、なんか今まで私その働く時とかってななんて言ったらいいんだろう,うん。フリーランスブームだったのもあって。はい なんかどちらかというと会社員の方がよくないみたいなイメージが勝手にあったんですけどでも自由じゃないからってことですか、ね、そうですあとなんか社畜とか言われたりもするじゃないですか<ー>けどなんか違うんじゃないかなって思い始めてちょっと経験してみたいなちょっと経験してみたいな<笑><笑>安定が欲しいとかそういうのない保険が楽になるとか安定もなんかそれも経験してみたいです、はい、あ今まで安定したことがないんですねと思います、はい、でもなんかその会社員の安定を経験したことがないから 比べたことがないかわかんないんで,でも逆に個人事業主でそもそも安定してるのうんえ、どうなんですかねなんかその比べるところがなくてコロナで比べればいいじゃないですかコロナでどうなりましたと。あ不安定不安定ですレースの仕事全部止まったんですよ <laughs>、はい、あの時うちなかったらどうしてたの光景さんはのたれじんでますのたでないでしょ <laughs> のたれじんでないと思いますけどもね、はい、はい。あと保険はい高いでしょう、うん 高いでしょ会社員だと厚生年金で半分会社が持つ形になるからだから下がりますけどねあと労災労災失業保険失業保険ないでしょなかったでしょ本当だこうけ桂さん個人事業主の立場で仕事中に怪我しちゃったらどうなんですかお休みですお休みですじゃないよお休みですじゃないよそれで済めばいいんだけどもだから要は労災ないから自腹でしょ全部そうです怖くないそれと逆に なんか怖いと思ったことがなかったんです反対側を知らないからですね、はい、あ別に私会社員がいいですよとか個人事業主がダメですよという気はないんだよ意気、うん、はないんだけど現実的にその会社って会社でこうサポートできるじゃないですかはいはい。うちなんか典型だけどなんか社員結構ほら病気で休むじゃないですかうん、うん、具合悪いですはい。カバーできないといけないですね個人事業主の方病気になったらどうなんですかお休みですお休みでしょ、はい、この分お金もらえないじゃないですかはい うん、まあやっぱり不安定は不安定でしょうね。まあそういう働き方自体をあのあの否定するわけじゃないんですよ。うんはい、だって考えてみたらうちの会社なんて私の指と声で食ってるようなもんですから、ねはい、ある意味私は個人事業主ですよね社長だけど。えそう聞いてみたかったんですけど、うん、私が社員 <laughs> になりたいですって言った時に先生はなんか経営者としてどう思ったんですかかかもも言ってたじゃななないででもあれですすあれらね私は <laughs> さんんんそうなんだけどなんか みんなほら大変じゃん不安定で。うん、フリーランスの方々とか特にそうですけども。そういうのをもうちょっと安定化するような社会にしようじゃないかと。はい。例えば非正規は正規になるとかですね。うん、フリーランスの方々だって別に副業権で会社に属してもいいわけですよ。そういう社会にしないとダメでしょうと。そうしないと消費が増えないでしょ。はい。自宅たちも増えないからと。うん、言ってるんだけど、自分でできることはやりますよってことですよ。<う>言ってるだけじゃないから。はい。 だななとかか思わったんですなんで私はこうしなさいって言っててそれでコウさんにも「社員になりなさい」って言ってたじゃないですか別に冗談言ってたわけじゃなくて私はできることもやるよだって口で言ってるだけで自分は何もしないなんておかしいじゃないですかでも負担増えちゃうんじゃないんですか増えるよ多少はうんそれでもまあ優しさとかじゃなくてんだでも当たり前だと思うんだけどこういうの当たり前うんえ でも身近でた<あ>まあ大きなこと言ってもいいでしょ言論ですと、はい、それはそれとして身近で助けられる人を助けましょうっていうのは当たり前だと思う、うん、俺,俺私が嫌いなのはなんか,か DS とかグローバルセオンガーとか言って、まあ、そ,うそうなのかもしれないんだけど、はい、それで目の前で困ってる国民を助けないやつが嫌いなんですよそれはそんな大きな話もいいんだけど、はい、でも目の前の国民を助ける方が先じゃないの特に「星」と呼ばれてる連中、うん、と毎度毎度思うわけですよねだから自分はやる。 これは言わないからね、私は、はい。財務省は言うよ。うん、財務省は政治家にコントロールできるんだから。はい、でもそ、あのそれ以外のことはあんまり興味ないね。あのその大きな話っていうのは。それより目の前の困っている人を助けるべきじゃない。なるほど。うん、え楽しみです。なんか私もまたどう変わっていくのかが。えー、変わらないですかね。<え>変わらないんじゃないの変わらない,です <laughs> ないけど。<laughs> まあでも、消費増えるかもしれない、ね、はい、はい、うち、一応、消費はありますからね。 経験したことないんですね。す商を経験したことがない女ですよね。はい、はい。なんか買ったら、デフレ脱却とか言ってるわけですから。はい、とかですね。まあ、いろいろこれから変化を感じられるんじゃないかなと思います。はい、今日はですね、ちょっとまあ、前回と違って <laughs>、これじゃれにならねえぞっていう話なんですけどね。はい。いや本当にね、これ10月25日のエントリーですけど、我々本当世界を舐めていた。そのツケをもう今支払ってんだなっていう話なんです。はい。 だから、国家ってことを考えたときに、まあ、100%、その、必要なね、我々が必要な財、サービスを自給できるのが理想ですよね。でも、そんな国はない。アメリカ含めて。なんですけど、例えば資源、エネルギーっていったものね、あるいはその食料ってものについて、それは基本的には国内で賄いましょうねっていうような、この良識はい。ってものをですね、1991年以降の、ソ連崩壊以降の世界の え西側のえ持たざる国々です。我々です。つまり。<ー>は、完全に理解してなくて忘れてしまっていたんだなと。で、結果、とんでもないことになってるんですけど、今。日本とんでもないことになってますけど、はい、日本だけじゃないんですよ。はい、つまり、持たざる西側先進国です。欧州です <laughs> <ー>、はい。欧州もですね、とんでもない状況になっておりましてですね、と、例えばドイツ。 ガスの卸売価格が一時対前年比7倍に高騰したんですよ。あの、ノルドストリームが止まった時です。なん<ー>じゃそれと。<laughs> はい。当たり前だけど最終消費財の価格も跳ね上がっていっております。うん、で、ドイツ人別に所得増えてるわけじゃないんで、過剰分所得の減少ですね。はい、で、イギリスもですね、エネルギー消費者価格の高騰が著しくて、家庭の後年費が倍増。はい。 でそれどころか計画停電しなくちゃいけないっていう可能性が生じていましてかつさらにですね一番厄介なのは、はい、このタイミングでイギリスの,あの新総理大臣は、はい、ガチガチの新自由主義者です<ー>小さな政府にしますって言ってますからでもなんでこうその人になっちゃうんですか保守党の政治的な議論そんなこと言ったらなんで日本で緊縮財政の政治家ばっかり担当するんだと言ってるのと同じですよか、はい、だからあのイギリスって、えー、国王陛下が、はい、その一番おあの議席数が多い 党のトップを総理大臣としてて指名すするる制度になってるんですよね、はい、まあ前まではだからエリザベス女王陛下が指名してましたけど、はい、今回初めてチャールズ3世が指名するって形で、はい、インド系の移民の子孫で、うん、ガチガチの親自由主義者、まあ、エニウェア族ですね、はい、の方が総理大臣になられてるでしょう多分この時はあの取ってる時はまだあの決定してないんだけど、はい、で小さな政府ですとどうするんだろうどうすするんですか 状況がこうですからね、はい。どう考えても大きな政府を大きなお子に持っていって政府が支出してそれで国民助けなくてはいけない状況で反対がいっちゃうからだから政治が狂っちゃうっていうのは要は状況に対応できないっていうのは別に日本だけじゃないっていうのはよくわかる。でね、帝国主義時代のイギリスってちゃんとあの今日話してるようなことを理解していた。 ですまあ、確かにイングランド王国あるいはそのスコットランドや北あのウェールズや北アイルランドと一緒になったり連合王国っていうのは島国じゃないですかそこって日本と変わんないよね、はいはい、でも分かってだからだから外国の植民地ってものを持ってです、ね、そこから資源であったりあれメンカだったり食料っていうのを輸入するっていうようなその、まあ、交易ですね交地球全体の交易によってです、ね、大国だったんですよ。持てる国だったんですイギリスは 持っていたんです、ねはい、あのイングランドだとかイギリスブリテン島とかだけだとほとんどないんだけど資源とかでも地球全体で持てる国っていうのがこうイギリスだったんですよ。うん、今までで唯一じゃないですか。はい、海洋交易によって持てる国にまで成長した国っていうのは。でも基本はロシアとか、はい、アメリカみたいにもともとめちゃめちゃ資源はあるし食料は生産できるし、うん、って国が大国なんですね。で、そのソ連とアメリカが冷戦戦って ソ連は負けましたと。はい。負けましたと。で、解体されちゃいましたと。はい。で、アメリカは、世界唯一の圧倒的な派遣国になりました。うん、だから、ソ連が解体された頃の中国の GDP って、誤差みたいなもんでしたね。<え>はい。誤差。世界の誤差です。地球、で、当時、当時の、例えば、あの海上自衛隊は、あの中国人民解放軍なんて敵だと思ってなかったですよ。<ー>はい、余裕で勝てるから、実際勝てたと思う。 だ軍事バランスは圧倒的にその東アジアについてはえ日米の方にあってですね中国なんてその比較の対象にもならないくらいでしたあの時はその後成長してきて軍事力強化してきてってやってきたわけですよね中国はでその間我々が何していたか例えば日本もそうだしドイツやイギリスもフランススペインイタリアも全部そうですよねつまりアメリカ様が覇権国として世界の自由交易っていうのをこれを保障してくださっていると。 じゃあ別に自給率を上げる必要ないんじゃねもちろんヨーロッパはさすがに食料はですね、そこそこ高いですよ、はい、エネルギーをよりにもよってロシアに頼ってるわけですよ。はい、<laughs> それでもいいでしょうと。はい。いうような考え方で我々は生きてきたんですよ。はい、四半世紀、過去四半世紀。そのつけ,つけを今払ってるわけなんですよ。ここでだから決定的になるのが間違いなく持てる国と持たざる国の差にならざるを得ない。はい。思うんですね。はい、で、 そのアメリカとして見ればですよ。資源国じゃないですか。だから、その持たざる西側先進国。まあ我々ですね。はい、日本先進国って言っていいかどうかもわかんないけど、<あ>西側諸国ね。が、このエネルギーとか食料に苦しんでるじゃないですか。うんうん、めっちゃビジネスチャンスだと思ってますよ。確かにそうですよね。そうでしょ、うん、はい。また儲かるチャンスじゃねえか。って形で、 要は、あの、今までアメリカ様の軍事力に甘えていたツケっていうのを、これからはビジネス的に我々払わざるを得ないことになっちゃうんだろうなと。で、日本の場合はもう肥料問題が大変なことになってますけど、はい、あの、畜産米、米もダメですね。畜産が大変なことになってます。えー、これちょっと前に言いましたけどね。要は、乳牛から一定数生まれる肉用の講子の取引価格が暴落してるんですよ。なんでかというと、配合飼料の価格が高すぎて、 それで子牛を買って育ててもペイしないからですね。ああ、赤字になっちゃうみたいな感じですか赤字になっちゃう。だから買わないというような状況になっててですね、なんかものすごいですよね、これね。えホルスタイン種のオスの取引。ホルスタイン種のオスって食べるしか役に立たないんで、はい、メスはあの牛乳あの <laughs> 出してくれるんですけど。 おせの取引価格は昨年度の平均がおよそ11万4000円余りだったのに対しておよそ1万3000円と大きく下落していると90%下がってんじゃないか価格がと。いうことなんですよ。え、ってことはその、まあ、何んですか、食べるお肉とか少なくなってっちゃうってことですか育たない、育てないから。多分さ処分するんじゃない、最終的に。こうこうを。へ他に処理のしようがないですよだって自分たちも育てられないでしょ。配合飼料の価格が上がってんだから。で、勝手にも買ってくれないと。 というところまで追い詰められてるわけですね。で、さらに肥料価格高騰してるじゃないですか。で、農林水産省はですね、あの、まあ、まともなこともやってて <laughs>、まともなこともやってて <laughs>、家畜の排泄物を堆積化して農地に還元する政策を進めてます、進めてました。はい、この間話したじゃないですか。はい、要は我々の排泄物を土地に戻す必要がある、うん、はい。あるいは家畜のものをと。で、これができなくなるよね。うん、牛さんがいなくなっちゃうんだからと。じゃあ肥料の方にもこれ影響しますよと。で、さらに、 畜産業の集体っていうのは、自給率100%の牛乳市場。これも輸入依存になってくるでしょうね。<ー>だって牛さんがいなくなっちゃうんだからと。で、あのちなみにカロリーベースだと、結局配合飼料をアメリカから輸入してるから、カロリーベースだと牛乳と乳製品の品目別自給率も25%なんですよ。もともと低いんですよ。低いんだけど、これがゼロに近づいていくでしょうね。すると、グローバルな乳業メーカーは喚起することになるでしょうね。確かに。 はい、我々は需要があるわけですよでも国内の生産ができなくなってしまっているとなるともう輸入するしかなないですかからん皮肉ですよねグローバリズムに頼ってたらきあのこう困った時にもうまたさらにそうグローバリズム,そう,リズムそういう仕掛けになって、はい、グローバリズムに頼って国内生産なんかいいや農家なんか潰せとか言ってたらグローバリズムが終わった途端にグローバル様ってやられたらいないという状況になっちゃうから結局国力っていうのは国民の需要を 満たすことができる財やサービスの生産能力ですってずっと言ってきましたけども、はい、それが、まあ、一部のね、全部と言わないよ。一部の産業分野では全く不足している状況で、グローバリズムが壊れたら余計グローバルに依存しなきゃいけないっていうことになってる、はい、これがつけ。当たり前だけどあれだ、グローバルの乳業メーカーって安く売りませんってやってくれないからね。はい。だっ他に買うとこないんでしょ。はい。じゃあ価格倍ねって言われても、こっちとしては買わざるを得ないと。はい いう状況になっいだからちょっと前にあのイングランド王国がの先輩性話したじゃないですか、はい、まあ,あれですよね構造的には、はい。ということでですねこの資源や一次産品、まあ、農産物が供給されない状況が始まったとこの状況で、まあ、イギリスやドイツもそうですよこれ我々を助けてくれるのは誰ですかこれ政府しかないでしょうっていう話なんですねね、はい、多分ねそのまさに今今も、ね、今も新自由主義的なことを言っているね。 なんかゾンビ企業は潰すべきだとかね、はい、あるいは政府の無駄をなくせとかですね言ってる連中っていうのは、まあ、あいつらが一番舐めてたね、はい、いやアメリカ様の覇権っていうのは未来永劫続くんですよっていうような幻想に浸ってそれでいや食料売ってくれる国なんていっぱいあるじゃん外国から買やいいじゃんとか言った H さんって人もいますけどね、はい、そういう感じの言説でやってきたんだけど、はい、それれが否定ささつつある、うん、ですよらにもう一つ嫌な話ね。 何ですか。で、例えば、その、その、まあ、外国から輸入しないじゃん、ん食料なんて、とかね。ゾンビ企業潰せとか、あるいは政府の無駄をなくせ、水道なんか、見えがいいんだとか言ってた連中ってのは、はい、大抵ね。あの低所得者じゃないんですよ。ああ、それはありますよね。はい、所得がお、高いんですよ。うん、まあ、いわゆる勝ち組ですよね。で、彼らはね、多分、生き残れるんですよ。 これから食料価格高騰すると、エネルギー価格高騰してもですね、はい、彼らは大丈夫なんですよ。払えるから。払えるからです。はい、買えるんですよ。うん、そうじゃない、大多数のね、その、いわゆるその言論的には何の責任もない。まあ、洗脳されたことは確かだけど、言論のに,に、その洗脳されただけの、その低所得な方々、まあ、あるいは、あるいはほとんどのマジョリティでしょうね、日本人の。はい、その人たちが苦しむんです。うん、ほら、嫌な境でしょう。はい、せめて責任取ってくれよと。うん、苦しむなら真っ先に、 お前が苦しんでくれよって話なんだけどそうならないんですよ世の中っていうのはだんだんほら名誉革命とかピュータン革命とかフランス革命がなぜ起きたっていうのが分かってきたでしょうこのどうしようもない状況ですよねでもこれ人類の文明ですからとまともに解決できるケースもあるんですよ大抵ならないんだけど大体なないでも方法はあるんですよね一番簡単な方法はね実は戦争することなんですよはい戦争したらですねそんなこと言ってられないから はい、だから緊縮財政も終わるだろうし、はい、まあ日本の場合ちょっと分かんないけどさらには国民の団結っていうのを求めなくちゃいけないうん、うん、で多分ね第一次世界大戦が始まる前の世界っていうのは今の我々の感じてるその,その気持ちをですね、まあ、ほとんどの人たちが感じてたうん、うん、一部の勝ち組だけがめちゃめちゃ儲かってうん、うん、それで抑圧されてるとその大恐慌とか起きたりするとなおさらそうなるんですよね貧困双方で苦しむっていう状況になってうん、うん、耐え難いとでもそれでも革命やらずに えー、ワテルの戦いが終わってから、まあ、1648年の革命とか、1948年の革命とかあったけど、そんな国家転覆とかなしになんとか100年やってきたと。うん、でもそういうのた積もりに積もったところでですね、それで爆発したところがですね、ロシアです。うん、ロシア革命ですねは<ぁ>、はい。でもそうじゃないところはどのように消化されましたかと。はい、そのルサンチマンですね。うんうん、それが第一次世界大戦ですは<ぁ>、はいで。戦争になるとですね、それはま、すべての国民に戦ってもらわなくちゃいけないから、はい 格差なんて認められるわけがないいでですすよ、ねうんうん、ととうことで格差の法の縮小方向にきます<ー>労働者の権利を保護しましょうとかですねやっとやり始めたの、はい、人類が <laughs>、はい、だそういうのがないと変わらないのかもしれないね別に戦争を切れて言ってるわけじゃないんだけど、はい、えでもなんかそういう苦しい感じじゃない解決方法が知りたいですないですか <laughs> <laughs> うーん 一応ね、だから、その言論的にね、例えば、貨幣間の修正とか、その共同体式の必要性の、をみんな感じ取ってくれるとか、なったらば、別に普通に民主制で変えりゃいいだけなんだよね。はい、だから、王道っていうのは政治で変えるべきでしょ。はい。選挙で変えるんですよ。うん、はい。ただ、それが実現した国って、戦争とか <laughs> なしで実現した国って、今までないです、ね。私は知らんね。<ー>はい。例えば、イングランドが議会制が始まった名誉革命だって、あれ革命ですからね。うん、あるいは、アメリカの議会。 がまともになったのだってそれはアメリカ独立革命のおかげでで両方とも戦争を超えてきてきるわけなんですねその時に多分国民の意識の転換っていうのが起きるんじゃないかなと思うんですけどねでもまあ、あのー、今まで起きてないことがこれからも起きないってわけじゃないからか、はいまあ、民主制の国民主権国家の国民としてですね私は言論とそれと票あるいは政治が動かすというまっとうな政治によって日本を政治化させたいと。 思っているわけなので、まあこれからもご支援いただきたいと思います。社、え、員、ー、になった高家、はい、さんともよろしくお願いします。はい、財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。え、二千二十一年に財務省のトップ矢野康二財務次官は、まあこのままでは日本が財政破綻すると。 警告する矢野論文をです、ね、発表しましたしたかし実はこれは真っ赤な嘘なんです実際財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というです、ね、ことを語っているわけですしかし財務省のトップ矢野康二事務次官をはじめまだ財政破綻論の嘘を広め 日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。